は多忙しピーヤになれ。良い天気ですな。ちゃちゃ、リーヤとは違うようですね。あれはチーヤっていうのよ。エリザベスの言う通りですよ。そんなことでは魔法学校には行けませんね。え、じゃあ魔法がうまく使えたら魔法学校に行けるの？ええ、魔法の基礎はこの世界一の魔法使いの僕が全て教えました。あとは一流の魔法使いになるために魔法学校で勉強して広い目を持つことですね。よし、もう一回。今度は絶対うまくやって魔法学校に入るんだから。わた帽子、わた帽子、雲になれ。うわあ、あ、ちゃちゃ、今のは雲ではなくて雲でしょうが。ん？合ってるわ。え？そうですね。ちゃちゃ、明日から魔法学校へ行ってよろしい。どうしたのだ、ソーゲス。ついにセラビンを見つけたでゲスよ。それはまことか。はい、でゲス。消せ。わかったでゲス。セラビンに異常なまでのライバル心を燃やす魔女を使うことにするでゲス。ヘイシュイ。誰か私のこと噂してるわね。お師匠様。魔法学校ってこんな格好しなきゃいけないんですか？まさか、私の趣味に決まってるじゃない。ね、うん、ラブリーなのに。はーい。お師匠様、宅配便です。門のところに置いといてもらって。はい、そこへ置いといてください。受け取りにサインかハンコくださいって。もうめんどくさいわね。あ、ちょっと大きい。まあ、大きな鏡。あら、新しい鏡の中の私も美しいわ。でも誰が送ってきたんでしょうね。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番綺麗なのは誰？ほら、今何考えてた？いえ、何も。冗談に決まってるでしょ、たっくん。お答えします。え、世界で一番綺麗なのはウリズリ山に住むドロシーちゃんでございます。あら、そうね、そうね、正直な鏡ちゃんね。じゃあじゃあ、世界一の魔法使いは誰？お答えします。それは、それはもちもち山に住むセラビーでございます。なんですって。お師匠様、落ち着いてください。シーナちゃん、話しなさい。ちなみにセラビーはこんなことを言ってます。ドロシーちゃんって一見美人に見えるけど、あれは化粧でごまかしてるんだよ。本当は小じわがいっぱいのただのおばんですよ。私が世界一の魔法使いになってやるわ。怖い。いつもの師匠様と違うみたい。さて、これはチャチャが魔法学校に入るときに渡そうと思って大事に保管していた秘密の小箱です。秘密の小箱？
そのペンダントはプリンセスメダリオンといって、どんなものでも射抜くことができる弓矢を出すことができます。弓矢？プリンセスメロン？プリンセスメダリオンです。魔法学校へ行くようになれば、もちもち山での安全な生活と違って様々な危険が待ち受けているはずです。きっとそれが役に立つでしょう。こっちのブレスレットと指輪は？学校に入れば友達がたくさんできると思いますが、その中から本当にチャチャのことを好きになってくれる友達2人を選んであげるのです。きっとチャチャの助けになってくれるはずです。はーい。さあ、じゃあ今日のおさらいをしましょう。はーい。さあ、これに綺麗な花を咲かせてごらん。頑張れチャチャ。今日も派手にやってんな。まったく、何遍家を壊したと思ってるんです。僕の可愛いエリザベスが怪我でもしたらどうするんですか。怖かったよ。魔法学校も考え直さないと。やいセラビー。ディーヤ、また俺のチャチャをいじめてんな。許せん。変身。わー、かわいい。話せチャチャ。この陰剣魔法使いに噛みついてやんだ。話せよ。陰剣、この僕に向かってそんな口の利き方をすると後悔しますよ、リーヤ君。え？いやー！ガルルルル、やい！下ろせ！下ろせよ！じゃあこれが最後のテストにします。魔法で下ろしてあげたら魔法学校に行かせてあげますよ。こら！待て！バカ野郎！大丈夫よ。すぐ下ろしてあげる。やめろ、ちゃんちゃん。おい、おい、やめろ、おい、おい。いいや、じっとしてなきゃダメじゃない。もう一回。どうやら、ちゃちゃの魔法学校行きは考え直した方が良さそうですね。あ？エリザベス。エリザベス？あなたの大切なエリザベスは、私が扱っているわ。その声は。お久しぶりね、セラビー。お前はウリズリ山のドロシーちゃん。ずいぶん化粧が濃くなりましたね。余計なお世話よ。そんなことよりおとなしくするのね、セラビー。さもなければ一番のお気に入りのこの子に傷がつくわよ、エリザベス。世界一の魔法使いも刀ね。チャチャ、ドア、うわ、おい、動かないで。あ、おい。あ、大魔法使いセラビーもこれで終わりだわ。先生、セラビー先生が連れてかれた。そんなやついらないって言ってももう受け取らないからな。うわ、冗談だよ。やめろ、おい、わ。きっとあれはウリズリ山の魔女だわ。ずるくて意地悪でいつも先生のこと妬んでたって聞いたことあるわ。チャチャ以外の魔法使いってみんな根性あんなんだ、きっと。どうして先生がそんな魔女に負けちゃったのか知らないけど、あたし先生を助けに行く。でもチャチャはまだ見習い魔女じゃないか。叶うわけないじゃん、危ないじゃん。だって、あたし、世界一の魔法使い、セラビー先生の弟子だもん。大丈夫、なんとかなるわ。頑張るもん。ガウ。行かせたくないけど。行かせたくないけど。しょうがない。大好きなチャチャのためだ。手伝ってやる。あー、そうこなくっちゃ。よしよし、やっぱりリーヤはいい子ね。また犬扱いする。さあ、ウリズリ山に殴り込みよう。
これで世界一の魔法使いはこの私ね。あんたは一生そこにそうしてなさいな、セラピー。エリザベスさえ取り返せばドロシーちゃんなんてひとひねりなんですが。お師匠様、何者かが城に近づいてきます。何なのこの子たち。ちゃんちゃん、チャチャ、話しかけないで。そろそろブレーキかけないと。うわぁ、田中が教わったのに忘れちゃった。うわぁ、チャチャ。うわ、どうやら宣戦布告のようね。ごめん、リーヤ。けなげな弟子がお迎えに来たようよ。どうやっていじめてやろうか。チャチャ先生、どこにいるの？うわ、私もエリザベスも最上階です。シーネちゃん、黙らせて。はい。先生。先生。はあ、びっくりした。来れるものなら来てみなさい。出見せるわ。重すぎて開かない。無理よ無理。俺が開けてやるよ。無理よ、その扉は5トンの鉄の扉。嘘。そういえばリーヤ君は一応モンスターでした。お邪魔しちゃいます。怖い。お師匠様、僕に任せてください。ん？エリザベスってセラビーがいつも抱っこしてるチビか。うん、先生が一番大事に可愛がってる。どうも、はじめまして、赤ずきんのお嬢さん。僕、ドロシー様の弟子で、シーネって言います。シーネちゃんって呼んでください。よかったら奥で一緒にお茶でも飲みませんか。僕、君に一目惚れしちゃったんです。ガルル、ダメだ。チャチャ、俺のだ。やろう。シーネちゃんったら、敵に惚れるのよな。解決ですね。お前、君いらない。あー、すごい。やろう、変身。ジャウー。いいよ、かわいい。変身の術を使うとは、あなたの弟子もなかなかやるわね。あの子は近所のただの悪ガキです。かわいい。ジャジャ、ジャジャ。僕だって、変わんのに変身ぐらいできます。変身の術は、騎士って得意の技なんだ。えい。あ、ネズミ。ネズミじゃなくて、リスなんだけど。あ、ネズミだ。やだ、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 やだ。シーネちゃん、どこ行ったのかしら。あんなやつほっといて行こう。もう、シーネちゃんたら何やってんのよ。こんなところで寝てんと風邪ひくぞ。チャチャ、どうすんの。うん、あの動く階段を何とかしないと上に行くことなんかできないぞ。うん、ま、俺はセラビーなんかどうでもいいけど。ん、大きなハトさん、大きなハトさん、出てきて上まで連れてって。おお、ハトか。グッドアイディアじゃん。どこがハトだよ。ポッポー、僕はハトだと思うな。あ、お前、チャチャに気に入られようとしてごま吸ってるな。そんなことないさ、どう見たってこれはハトさ。ほら、鳴き声だって。ポッポー。うわー。ポッポー。ポッポー。ポッポー。いる、そこにいる。なんで僕まで。振り出しに戻っちゃった。悔しいよ、こんなんじゃ先生助けられないよ。何言ってんだよ。チャチャならできるさ。そうそう、いっそのこと僕と一緒にドロシー様の弟子になっちゃいましょう。チャチャなら絶対助け出せるさ。いいや、ほうきは折れちゃったし、どうやって上まで登ればいいの。ガルル。チャチャさんには君のような暴力人間より僕の方が似合ってるのさ。あ、
ほら、そんな花食ってやる。言っとくけど、チャチャさんにあげる花束をお前が食べちゃったら、チャチャさんなんて思うかな。あとはダメだし、お花、え？僕の気持ちですから。チャチャ、受け取るなよ、受け取るなよ。ありがとう。おが、お花よ。え？チャチャ、なんだよこれ。うわー、あいつはいや。うわー、行き過ぎた。すっかり下は静かになったよね。いくら待っても助けは来ない。いい君、いい君。チャチャ、え、ウリズリ山の悪い魔女ドロシー、セラビー先生を返してもらうわよ。なーに生言ってんのよ。それに誰が悪い魔女だって。あら、シーネちゃんまで。 いえ、僕は別に。チャチャ、私のことはいいです。エリザベスを。ひどい、エリザベスにあんなこと。いいわ、こうなったらみんなまとめて地獄に送ってあげるわ。やっぱりお師匠様と違う。イデオドラゴン。すごい、お師匠様得意の召喚魔法だ。こっちが竜なら、こっちはトラよ。そんな魔法では私には勝てないわよ。おふざけはここまでよ。やっておしまい。押すなよ。いや、僕じゃなくて。ポーポー、パパ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 パ。正気に戻ったようですね。セラビー、何やってんのこんなところで。お師匠様。おっぽー、まだいたんですか。ね。エリザベス、平気か。みんな大変だよ。エリザベスが死んでる。全然生きてないんだ、エリザベス。セラビーちゃん、私は平気よ。ハリ、全然生きてなかった。あのね、エリザベスってね、先生の一番のお気に入りのお人形さんよ。
ディーヤ、クワ術って分かんなかったの？はあ、今まで気づかなかったリーヤ君ったらおバカさんね。申し訳ありませんでゲス、お許しを。まあよい、セラビーに幼い女の子の弟子がいたことが分かっただけでも収穫だ。おそらくあのチャチャという娘は。こんにちは、私エリザベス。チャチャたちも今日から魔法学校の生徒さん。3人とも大喜びで出かけていったけど、大魔王の魔の手は学校にまで伸びているみたい。担任のラスカル先生の様子がとっても変なの。その上クラスメートのヤッコちゃんに魔法対決を迫られてしまって、チェチャは無事にお家に帰ってこられるのかしら。次回ライバルは黒ずきん、お楽しみに。